今日はチャンピオンヒルズにやってきました。キラ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 。というのもですね、千葉サラブレッドセールで2番目に高かったお馬さんがこちらにいるので、今日はそのお馬さんを突撃したいと思います。では行ってみましょう。余裕あって作りもしてますんで、こう馬自体もこの環境がすごくいいのか、すごくリラックスしてる馬がすごく多いですね。あとで見てもらっても分かるんですけど、馬房の広さもすごくあって、ちょっとしたスイートルームですね。あの方ですか？そうです。なんで？あの方です。はい。心臓パッパッパッってなってるんですけど、今緊張しすぎて。そうなんです。皆さん見てください。あちらがオペラでオペラです。綺麗ですね。そうなんですか？私の初めて今から捧げたいと思います。かわいい。初めまして。めっちゃ優しそうな顔してますね。男の子にしてはすごくこう穏やかっていうんですかね。なんでそんなにこう気象的に、はい、気の強い男の子ではないですね。それでこう乗って、ね、気が弱いっていうかそうではないんですけど、かなり見つめられてますよね。はい、ちょっと惚れられてるかもしれません。スタイルいいですね。まあね、無駄な肉が全くない。初めてこんな距離で見ました馬。かわいい。なんか今馬場が流行ってるらしくって、ちょっと気持ちわかります。めっちゃかわいいです。どうしちゃった？諦めて。そうそうなんです。あ、飛んでるんですか？そうですね。かわいすぎるんですけど。この子何歳なんですかね？2歳です。あ、2歳。大人って呼ばれるのは何歳なんですか？3歳から4歳が歩きます。あ、歩いてます。あのお尻のカーブやばくないですか？サラサラ。私がハマってるやつ履いてます、靴。あの砂取る動画をずっと見てるんですよ。あの泥っていうんですか、中に詰まったやつ。TikTok で回ってきたらずっと見てるんですよ。結構やみつくなんですよ。すごいなと思って。やりたいんですけど、やってきます今から。急遽できることになりました。言ってみるもんです。あれはなんていう作業なんですかね。あ、それです、それです。ちょっと入れる。あ、それです。めっちゃ嬉しいんですけど。初体験2回目です。ありがとうございます。やりやすいのは左なんで、足上げた頃あふれるんです。これあんま詰まってない。おぉ、TikTok で見たやつと一緒や。で、じゃあ消してもらえれば。はい。あ、ゴミが溜まってくるよ。そうなんです、そうなんです。綺麗にしてあげない。おぉ、すごいね。めっちゃ綺麗ですね。できました。あ、じゃ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 。できた。なかなかできないです。え、はい、したいことある人、僕初めて見ました。ですか。いや、見ててよかったです、TikTok。またね。神聖なるお馬さんハウスへ突入します。家でもよくあるミストですよ。あ、じゃあこう馬のことをやってあげる。すごい、みんなピカピカ。オペラちゃんは広、普通に住める大きさですよね。これソファー置いてね、あそこに全然距離。めちゃくちゃいい家住んでる。なんか私、馬に見つめられるなんか才能あるみたいです。結構左からも右からも今熱い眼差し受けてます。馬にモテるんか。あ、私馬弟子なんです。だからでした。それです。だからか、だからか。オペラちゃん、めっちゃ仲良しねえ。レベル高すぎよ。すごい。なんか大好き感がめっちゃ伝わってきます。目がなんかうっとりしてますよね。ハムハムですか、噂の。ハムハムって。あ、横のお馬ちゃんハムハムしたそう。どこから見てもピカピカですよね。はい、ほんまに綺麗ですよね。どうしたんだい？やきもち焼いてる。あ、やきもち焼いてるの？どうしたんだい？リラックスできる環境っていうのが、もう全体見渡せますしね。ですよね。一つにしろ、本当もう水が頂戴出てくるとね、ちゃんと給水されますし。スイートルームです、こちら。これはちょっと汚いんですけど。あ、でも、ちっちゃい家の中では多分相当綺麗だし、ゲットスポットちゃうのかっていうぐらい夜景も。あ、そうなんですか。そうですよ。広、めちゃくちゃ広いですね。
すごい、こっち。ホールフットチップで、こっちがヘルトダートって、走るところが。ダートコース、1000メートル。すごい。景色もいいですね。はい。ちょうど前に見えるのが、大見富士って言って、こう、ね、あの、滋賀県の富士山って呼ばれてるような山なんですよね。あの、前にちょっと見える湖が琵琶湖ですね、あれ。お正月はいつも初日の出もここで今飲みながら見てるのか。めちゃくちゃ贅沢じゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。朝3時から仕事してるんで、4時ぐらいからもう馬乗ってます。スピード求めるならこのウッドチップ。でもこれ、トレセンでもこうできる状況なのかなって思うんですよね。トレセンと同じウッドチップなんで、また変わりますよ。もちろんダートコース、トレセンないんで、いろんなリスクもあると思うんですけど、それも考えながらなんですけど、本当に、こう、調教の仕方が、こう、バリエーションですかね。はい、一つじゃないんですよね。うん、なんで。こんなところで調教してたら、はい、それは強いですよ。そうなんですよ。はい。歩いただけでクッション性っていうのはすごくわかると思います。全然感覚違うと思うんですよね。違いますよね。クッションすごくいいですね。足元が悪い馬とかっていうのはこういうウッドチップっていうのを使うんですよ。クッションがいいんで、ティッツナのとこ行ってもらった瞬間に、うわ、なんじゃこれって思うと思いますってね。あ、足取られますね。足とクッション性も違うのかなと思いますし、歩きやすさも違うのかなって。これあのちゃん、これ、めちゃあるよ。あ、めっちゃ足埋まります。これがフェルトだ。え、何ですか。フェルトっていうのを巻いてる、この紙を。これが水を吸収するんですよ。お、ほんまや。ただ砂だけだったら、こう弾くだけじゃないですか。これを水分吸収するんですよ。ほんまや、紙入ってる。しんどかったでしょ。え、しんどかったです。砂浜走ってるみたいな。はい、こっちがウッドですよね。あー、足に優しいゾーンに入りました。私競馬のこと全然わかんないですけど、でも私が見てもここはめっちゃ一流やなってわかります。なんかもう綺麗やし。楽しいですか？え、めっちゃ楽しいです。楽しいですけど、ありがとうございます。ここで見れるってことですよね。はい、あの朝来てもらえればここで見ててもらえば、ここもう間近でこう馬走るんで、こんだけこうオープンスペースがあるから、こう馬の息とかそういうのを感じれるんですよね。馬の息遣いが悪かったりしたりとかしたら、すごくそういうのってシビアだと思うんですよ。そしたら乗ってる人間が気づかなくて、ここで息遣い悪いぞとかっていう指示ができるんですよ。あそこにゲートあるんですよね。なんでちょうどゲート出したらその外側の、この外側のコースにまでたどり着くんですよ。本当にあそこゲートバシャーンって出したらそのぐーって来ちゃうんで、ここの前のところに普通に馬歩いていくんで、あそこから。そうそう、ああなるほどなるほど。そうなんですよ。内側が 1000m、 外側は 1100m ですね。ここのコースだけでもきつくなく穏やかでもなくっていうような感じのコーナーも描いてもらってるんで、馬の足元とか手前変えさすのもすごくすごくこう教えれるっていうんですかね。あそこにゲートあることによって当たり前のようにゲートっていうのを通る、あそこのゲート入らない馬っていうのも多分見たことあるかと思うんですけど、あ、はいはいはい、そうなんです。ごねたりとか、うわーみたいな、うわーみたいな子がいっぱいいると思うんですけど、うん、それを当たり前のように通過して調教するって走るんだよって教えてしまう。あれを通ったら次も走るんだなっていう、馬の心構えもできるっていうんですかね。しっかりとした体力さえあれば、あとはもうスピードビューンって動けるようになってくるのかなって思うんですよ。どれぐらいの期間が大体必要ですかね。その1人前ぐらい、1人前ぐらいになるまでっていうことが、半年は見てもらえれば、半年ですね。北海道の調教過程にもよりますけど、その過程っていうのはすごく大事なのかなと思いますし、この夏場に対してっていうのもすごくこういかに元気に競馬走らせてあげるかが夏のポイントなんですよね。ガラ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 人間もするじゃないですか。暑すぎてもう無理っていうのもいると思うんですけど、そういうのなくしっかり食べて馬が元気な状態で勝つと思うんです、この時期の。そこのこのメリハリさが多分すごく大事なのかなとすごく思うんですよね。やっぱりね、本当馬に対してもこうアスリートだと思うんで、馬に関してもだから、そこのところをこうアスリートして見れるかどうか、その考え方っていうのは僕はすごく意識してるとこかなっていうふうに考えてますね。あ、逃げちゃった。あらま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 。野生ですよね。野生です。え、すごい。あ、見てますね。すごい。なかなかこんな近場でこんな風に見れるのないですよね。どこから降りてきてるんですか？あ、これ山からですね。あ、この上の山ですか？はい。すごいんですけど。そうなんですよ。奈良の鹿と全然違いますね。あ、全然違いますね。じゃあちょっと、はい、ベラジオオペラについて何個か質問したいんですけど、ズバリベラジオオペラの調子は今どうですか？まだ子供ですね。2歳って言ってましたよね。2歳、まだまだ仕上がってない幼稚園ぐらいの子供かなって思います。あんなに体大きい。体大きいですけどね、あの心がまだまだ子供だと思うんで、本当教えることもたくさんたくさんある子なんで、
でもその一つ一つの段階はすごくすごく頭が良くて覚えてってくれることがある子なんで、うんうん、教えがある子ですよね。分からずやじゃないんですよ。可愛かったですもん。すごく人懐っこいです。だから僕も上村先生とすごく話してるんですけど、やっぱり一回早い状況をやってレースさながらの競馬車だと思うんですよ。そこのことを忘れさせてあげて教えてあげるっていうことが大事なのかなと思ってるんで、本当にすごく今から成長してっていうような馬だと思うんですよね。体はでかいビッグベイビーですけど。ビッグベイビー確かにじゃあブラジオペラの長所と短所は。長所って言ったら人懐っこいし、さっきも言ったんですけど、こっちの求めてることに応えてくれる子ですよね。短所としては案外ビビりなんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。さっきも鹿見たと思うんですよ。ビューってどっか行ったりとか、なんでまあ本当にまだまだこれからの馬だと思うんですけど、でまあ本当にあと丈夫ですね。ちょっと他の馬とかでだったらこうしんどかったりする素振り出すのかなとか出してないですね、今のところ。今の暑さに関しても普通に順調に乗れてるっていうような。スイートルームがあるんで。あ、そうですね。あと僕の癒し感。あ、そうです。すごい、ありがとうございます。はい、これからのベラジアオペラは期待できそうですか。はい、そうですね、本当に時間かけていい馬だと思います。すぐに結果って言ったらなかなか荷が重いっていうんですかね。本当に来年大きいところまでいけるんじゃないかなって思います。本当にじっくり見てあげてください。成長一つ一つ一戦一戦のレースから親心的なイメージで持ってみんなが応援して見ててくれたら、それが本当に年取ってきたりしたらすごい馬になっててほしいなっていう願望がすごく強いですね。能力持ってると思います。背中もいいですしね、すごく。だから本当その時にはもうビッグベイビーとかじゃなくてね、アダルトな大人として見てあげて好きな会話を越してあげたいなと。じゃああれですね、大きい賞を取ってもらったら私も言えますもんね。実は水ね、掃除したことあるよね。掃除した方がいいな、言えますからね。はい、ぜひよろしくお願いします。本当にあの成長待ちだと思います。はい、一つ一つ階段登らせてあげて無事レースにっていうふうには考えてるんで、秋とかにはデビューさせてあげたいなと思ってるんで、それで結果が伴わなくても本当応援してあげてほしい馬だと思います。諦める馬じゃないと思うんで、みんなで応援してあげてください。応援してます。はい。ありがとうございます。はい、ということで今日は大西厩舎の大西さんにお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴